助け合うというのがすごく得意な人たちだと思うんですよ。で、こういうふうに、こんな小さな島でもこうやってチャリティーライブとかやるとこの時人が集まってくれて、この間フリーマーケットとか福祉センターでやった時もものすごい利益っていうかね、寄付が集まったり、そういうふうにみんなすごく、同じ日本人だからということで助け合ってるっていうのが僕はすごく嬉しかったです。この国で今すごく良かったなと思いました。ですので、ちょっと一曲日本の曲を、やりたいと思います。ブームの島歌って歌あまり歌ってなかったです。昔好きだったんですけど、ウクレレってこれ結構音色がすごくいいので、僕の歌よりこっちの方が全然いい音色だと思って歌うのやめてたんですね。ですが今日は、チャリティーライブということで久々にちょっと歌を、
Thank you.